エドワード・クックはアメリカ合衆国の男子陸上競技選手である。彼は1908年ロンドンオリンピックに参加して棒高跳びで同じくアメリカ代表のアルフレッド・ギルバートと同成績で金メダルを獲得した。エドワード・クックは1908年と1909年に IC4A の総幅跳び競技で優勝し AAU 主催の棒高跳び競技では1907年に 優勝し、1911年には同点で1位となっている。ロンドンオリンピックで彼は、総幅跳びと棒高跳びの2種目に出場した。棒高跳びでは予選を1位で通過して決勝に臨み、ギルバートと同じ記録で金メダルとなった。総幅跳びでは、6.97メートルの記録で4位に入っている。クックは、 コーネル大学を1910年に卒業した。最終学年に在学中に、同大学のスフィンクスヘッド協会の会員に選出されている。彼は農業に従事する傍ら、故郷のチリコシーで、ファーストナショナル銀行の重役となり、同地で1972年に死去した。91.44メートル。青年については、1888年説もある。 アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズメンズポールボルト2011年4月29日閲覧この結果棒高飛びでの銀メダル獲得者はなく銅メダルはカナダ代表のエドワード・アーチボルドアメリカ代表のチャールズ・ジェイコブススウェーデン代表のブルーのゼーダー・シュトレームの3選手が獲得しているありがとうございます